はい、こんにちは、たくまんです。今日はね、クリエイティブカース、このチャレンジを完全攻略していきます。このチャレンジをクリアすると、ハロウィンに関係したスタイルのバックボードを手に入れることができます。全3日間にかけてアンロックされていくんですけど、今これ2日目に録画してるんですよ。1日目のアンロック分、2日目のアンロック分、そして明日アンロックされる3日目のアンロック分、そして3日分ね、すべてクリアすると、このバックボードが手に入るようになっています。じゃあ、この動画ではね、1日目の分と2日目の分、このミッションを解説していきます。では最初、複数のおすすめ、クリエイティブカースの島かガンフライトをプレイするですね。ガンフライトに関してはね、普通にここでガンフライトでプレイしていただければ OK です。残りのおすすめのクリエイティブカースの島っていうのは、クリエイティブから入っていただいて、今ね、ハロウィン仕様でクリエイティブハブがこんな感じになっていますけど、後ろのね、こちらです。ここにね、おすすめの島が5個ありますので、このいずれかの島をね、5回プレイするとクリアーとなっております。はい。そしたらね、5回プレイするは、今からね、このミッションをクリアしていく間に、5回必ずプレイすることになりますので、一旦これは飛ばさせてもらいます。それでは次のミッション、レトリビューションでデビルを倒す。レトリビューションっていうのは、ここのクリエイティブから入っていただいて、さっき言ってたおすすめの5つのクリエイティブカースの島の中の真ん中ですね。ここがレトリビューションになっていますので、こちらに入ってください。はい。レトリビューションね、ゲームが始まるとこういう部屋に飛ばされます。ただね、最初はね、木材を持っていないので、何も購入することができないんですよ。そうこうしてるとこういうところに飛ばされます。そしてね、ここのマップで木材を集めてください。このマップ中にこういう木材、木がありますので、木をたくさん拾っていきます。木とね、よかったら一緒にこういう弾薬箱、弾薬箱かけて、弾もね、いっぱい集めておいてください。最初はね、ある程度ゾンビ無視してでも、ダメージ食らってでも、木材をたくさん集めてた方がいいです。このね、手に入れた木材で、さっきの部屋の自動販売機からね、強い武器をたくさん手に入れることができますので、とにかく木材をたくさん集めてください。はい、そうすると木材を集めてこの島に戻ると、自分が好きな武器をね、購入することができます。何買おうかな。普通のアサルトライフルがいいけど、ないな。やべ、時間なくなる。何でもいいから買おう。ちょっと待って、サブマシンガン買いました。サブマシンガン買ったんで、これで敵を倒していきます。さっきの自動販売機の島に戻るごとに HP は勝手に完全回復していきます。 OK、 戻ったらさっき集めた木材で、今ね、弾が足りないからサブマシンガンの弾を買おうかな。いっぱい買おう。こうやってね、ゾンビを倒して木材を集めてアイテムを購入、これを何回も何回も繰り返すゲームとなっています。こうやってね、ゾンビを倒してる間に、いずれかのおすすめの島で複数の種類のデビルを倒すとか、レトリビューションで素材を集める、過去500とか、いずれかのおすすめの島でデビルにダメージを与える。このね、ミッションが自動的にクリアされていくと思います。OK、そしたらね、レトリビューションでデビルを倒す。今ね、1試合で300体デビル倒せたので、一発でレトリビューションでデビルを倒す200クリアしました。もちろんね、これ、例えば1回で50体しか倒さなくても、4回ぐらいしたらね、200になると思います。エイムが苦手な方はね、何回もプレイして、合計200体倒せるように頑張ってプレイしてみてください。そしたら次のミッションに行きまーす。はい、そしたら次ですね、マンションオブパワーで敵を撃破することで、体力やシールドを獲得と、マンションオブパワーでプレイヤーを倒す。これをね、同時にやっていこうと思います。ちなみにね、これどういう意味かっていうと、マンションオブパワーっていうゲームで敵を倒すと体力とかシールドが自動で回復するようになっています。ただ、回復するためには1回ダメージを受けてからじゃないと回復できないですので、そこだけ注意しておいてください。体力とかシールドがね、マックスの状態で敵を倒しても回復はしません。ではやっていきましょう。これもね、さっきと同じようにクリエイティブに入ってください。さっきのレトリビューションの右隣にマンションオブパワーがあります。ここに入ります。
マンションオブパワーね、こうやって霧がかかっててめっちゃ見づらいんですよ。この状態で敵を倒すんですけど、敵が見えないね。マンションオブパワー誰もやっていないので敵がいません。これどうしよう。困ったな。これフレンドと一緒に入らないとクリアできないみたいですね。はい、さっきのマンションオブパワーはフレンドと一緒に入らないとどうもプレイできないみたいなので、うちのね子供のスイッチのアカウントで今ねマウスとコントローラーを同時持ちしてやっています。 OK、 そしたら連れてきた子供のアカウントの方を倒します。そうするとプレイヤーを倒すとともに今シールドが50回復しましたので敵を倒して回復するも OK です。はい、そしたらね、こっちのもう一つのアカウントで自分を撃って、ダメージを受けてから倒すと回復しまーす。フレンドがいればね楽しくプレイしながらクリアできると思うんですけど、フレンドがいない人にとってはちょっと悲しいミッションとなっています。OK、 これでですねマンションオブパワーで敵を撃破することで体力やシールドを獲得と、マンションオブパワーでプレイヤーを倒すクリアなんですけど、ちょっとフレンドもいなくて、サブアカも作れない人にとってはちょっとこれクリアできない状態ですので、よかったらね下のコメント欄とか使っていいですので、そこでフレンド募集とかして、やってみてください。そしたらね次のミッション、ガンフライトでプレイヤーを倒すとガンフライトでアサルトライフルでダメージを与える、これを同時にやっていきます。はい、ガンフライトはクリエイティブに入らなくてもここから直接遊べるモードとなっています。ガンフライトがどんなモードかっていうと、2対2で戦うモードで建築ができないんですよ。建築ができなくて、なおかつ武器が2つ、ランダムで武器を2つ持つことになります。負けちゃったけどね、スコープ付きアサルトライフルだったので、アサルトライフルのダメージが加算されました。これアサルトライフルが出てくれないと困るなぁ。オッケー、やっとアサルトライフル出た。これでダメージ与えるぞ。よし。やった!いっぱいダメージ与えた。ミッションクリアするにはね、ちょっとアサルトライフルが出るのをとにかく待つしかないみたいですね。でもこうやって必ずいつか出てくるので、アサルトライフルが出てくるのを待ってしっかりダメージ与えていきましょう。わお、OK。なんだこのダブルスナイパーは。おっしゃい、これで7人クリアでーす。そこにいるな。おっしゃい。はい、そしたらガンフライトでプレイヤーを倒す7人とガンフライトでアサルトライフルでダメージを与える500ダメージクリアしましたので、次いずれかのおすすめの島でカボチャのコインを集める、これをやっていきます。そしたらこのミッションはさっきのねこのクリエイティブハブの一番左側のファインドザパンプキン、ここでパンプキンを15個探さないといけないんですけど、ここで15個探すのはねめちゃくちゃ時間かかるみたいなので、ここでプレステとかスイッチだったら四角ボタンとかかな、ボタンを押すとコードを入れれるようになります。ここのコードにですね62437541-8582と入れてください。この番号は下の詳細か、下のコメントのところには書いておきますので、よかったらそっちを参考にして入れてください。海外の方がね15個集めるのめんどくさいので、簡単に集めれる用のマップを作ってくれています。アーカンオールっていう人が作ってくれてるみたいです。ここに入るとパンプキンがねいっぱい50個並んでますので、これで15個集めてください。するとね簡単に一瞬でクリアすることができるんですけど、今のねマップでねカボチャのコイン集めても反映されないんですよね。でこれもどうもバグがあるみたいで、もしかしたらね
後でバグが修正されて集めれるようになるのか、もうこれクリアしないでも勝手に完了になる可能性があります。10月31日現在バグってて反映されていません。ここもね、なぜかバグってて反映されてないんですけど、これは運営から今日ツイッターで報告があって、ここを、自動的にクリアとなるらしいです。多分ここもこれと同じように自動的にクリアになる可能性はあります。すいません、 この辺はね、公式のツイッターを見ててください。情報が分かったらね、下のコメント詳細のところにも書いておこうと思います。そしたら最後、いずれかのおすすめの島でデビルにダメージを与える。10万ダメージ与えるうちのまだ4万3000しか終わってません。ゾンビにダメージを与えるのはね、レトリビューションが一番手っ取り早いと思いますので、ここで残りの5万5000ダメージぐらいかな、頑張ろうと思います。おりゃー、おりゃー、とにかくゾンビにダメージを与えまくってください。おりゃー、ほら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 、10万いったかな、いけ、いった、10万ダメージ達成でーす。 OK、これでですね、バグで今ちょっとクリアできない2つ以外は1日目2日目分完全クリアとなりました。またね、明日4つミッションが追加されますので、これをクリアするとこのバックボードを取ることができます。またね、明日と明後日、明日はウィークリーチャレンジもあるのかな、ウィークリーチャレンジとこのクリエイティブカースの3日目の分動画アップしますので、よかったら見てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。おつでーす。